おめえならやれる。よし、大丈夫。大丈夫。うかうかしてらんねえな。今のおめえならしてくれって言うだ。 The battle's about to start!
これくらいできるはずだ。
今のおめえならこれくらいできるはず。ほらもううかうかしてらんねえな。次行ってみるか。すぐねえぞ。ここだここだ。何だ、息入れてやれよ。ここだ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 。行くぞ。
やっか。よく動くことができるか。ああ、無事でよかったわ。実は今、大変なことになってるの。説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今わかった。え？まだ何にも言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ？ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。あんた、まさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私はお風呂に入ってる時の記憶とか雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした？どうしたって、何よそれ。乙女の秘密を何だと思ってんの？まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ないですって。とにかく事情は分かった。ソン、いや、ソンにリンクしているお前、ずいぶん面倒なことに巻き込まれたな。だが今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。Thank you.
できるはずだ。コツをつかんだみてえだな。よし、次はこれだ。待てだ。よし、次
を始めるぞ。It's all or nothing!
1号はカプセルコーポレーションで詳しく検査中よ。生体機能に全く異常はないそうだから、そのうち必ず目を覚ますわ。大丈夫、そんな不安そうな顔しないでね、クリリン。そうですか、ブルマさんが大丈夫だって言うなら大丈夫ですよね。大丈夫だって、ブルマが何か作って18号起こすからさ。ちょっとソン君、私のことを何だと思ってるのよ。だっておめえ、いつもなんか変なもん作ってんじゃねえか。変なものって何よ。私の発明品を何だと思ってるの。二人のやりとり見てるとなんだかホッとしたよ。そうだよな、ブルマさんが見てくれてるんだから大丈夫だよな。そうよクリリン、安心して。18号は大丈夫、私に任せなさい。だがなぜ16号は今回の事件に関わっているんだ。本当にあの16号ならレッドリボン軍のやり方には反発するんじゃないか。そうなんだよ、16号は悪いやつじゃなかったのによ。実は私、最初に16号に会った時、それは別の16号だって言われたの。だからあの16号は設計図か何かを元に作り直された16号じゃないかしら。でもよ、あいつ目と別人っちゅうわけでもなさそうだったぞ。そこなのね、作り直されてはいるけれど元の16号の記憶もあるって感じかしら。真相は分からんが、今はレッドリボン軍の基地を目指すくらいしか当てはないようだな。あ、そうだな、